もしあなたがあなたの知らない間に別な人間として振る舞っていたらどうしますか？別な人間でいる間の記憶はもちろんない。あなたの中の他人は一体何をしでかすやら。そんなことが本当にあなたの身の上に起きたらどうしますか？このお話の主人公は心の中に別な人格を住まわせています。それも三人も。どうしてそんなことになったのか。自分じゃない自分が三人もいて平気なんでしょうか。お話の舞台となる火星にはあらぬ妄想をかきたてる力が潜んでいるというではありませんか。おお、恐ろしい。厄介なことにならなければいいのですがね。Thank you.
Thank you.